安城合戦、安城合戦は、戦国時代に、三河国の安城城付近、現在の愛知県安城市東部で、小田市と松平市、今川市が西三河南部の領有をめぐって、天文9年、1540年から天文18年、1549年まで、3回、または6回、計9年にわたって行われた戦闘である。最初の戦闘は、小田市が、 三河進出を起としたことから発生したものであり、最後の戦闘は今川氏が西三河より小田氏の勢力を駆逐して、代わりに自らの勢力を腐食するため行われた。結果、小田氏は敗北して、三河における小田氏の勢力は著しく減退。尾張と三河の国境付近にある刈谷周辺の一角を保持するのみとなった。代わりに今川氏は松平宗家領横領によって、 勢力基盤確立に成功、一部地区を除く西三河南部地域のほぼすべてが今川領となった。安城合戦の古戦場周辺には、内地にした者たちを弔った塚が数多くあり、それらの塚は十三塚と総称され、具体的には、東城塚、千人塚、貴人塚、大道塚、鏡塚、玄塚、古見塚、姫塚、姫塚恋塚、貴人、金倉塚、 藤塚、王道塚の、計十三の塚である。三河を統一し、その名を近隣諸国に轟かせた松平氏七代、当主、松平清康は、天文四年、1535年にその勢いに乗って、尾張に進行して、森山城を攻めるも、攻撃の最中に、陣中にて、家臣に撃たれて死去する森山崩れ。あまりに突然の死であったために、 家中は動揺し、三河の諸豪族は相次いで離反する。一門衆の松平信貞、桜井松平家氏当主、広忠の王子が清康の着し、松平広忠は本城である岡崎城から追放して剣を握り、広忠は平持弘を頼った。持弘は今川義元と広忠の中を取りなし、翌年には義元の圧力を受けた信貞が、 岡崎城を退去し、広忠は再入城を果たす。なお、信貞はその後許される。この時、海、眠の木、松平家の松平信孝、おじは、広忠の岡崎機関を支援したとされ、信孝は、広忠の貢献役となった、信孝と弟の安孝は、織田勢が、森山崩れの混乱に乗じ、岡崎を攻めたことで発生した、伊田屋の戦いにて活躍するなど、 岡崎城防衛にも功があった。しかし、清康の死と一門州の分裂で、松平氏は急速に弱体化した。これによって、東三河の諸豪族は次々に今川氏への強順を示し、三河への今川氏の影響力拡大に危機感を覚えた小田氏は、西から圧迫開始した。こうして、松平氏は全三河の大名から、 西三河の正大名に転落したのだった。安城城は西三河を流れる矢作川西岸の壁海大地東部にある絶城大地の先端に位置していた。壁海大地周辺、特に南部は安城が原と言われ、明治時代以前は雑木林が生い茂り、湿地や沼などが点在する荒れ地だった。安城城の付近も例に漏れず、 安城城は周りを雑木林と湿地に囲まれていたため森城と呼ばれた。そのため、小さい城だが攻めることが難しく、壁海軍、水野市の勢力下にあった刈屋周辺や、江戸時代以前は、初軍であった大浜を除くに点在する松平氏の諸城を統率し、本城である岡崎城防衛の前進基地となるため、小田氏にとっては、 終わり国に今川の力が及ばぬよう今川氏の三河領有を阻止する足がかりとなり、松平氏にとっては岡崎城防衛のために失ってはならい上だった。事実、安城城の疾患後に小豆坂の戦いが発生している。そして今川氏にとっては三河を我がものとするため、小田氏に占領され続けることは容認できなかった。そのため、広田の死後この戦いに、 本格介入することになる。天文九年、1540年2月、松平広忠は先手を打って、終わり国なるみ城を攻めるが敗北し、以後広忠は安城城の守りを固めるため、城代として松平長家、清康の王子を置き、その他一門州五名と先弱の兵を配備する。同年6月終わり子渡り城主、織田の武が、 カリア城の水野忠政を伴って三千の兵。内容は、小田氏の騎馬隊二戦に、水野氏の不評船を率いて安城城を攻撃する。小田勢は、主力の騎馬隊二戦を城の北方、現在の安城市場城,城長,長西部の高台の林に、沖、南方、同氏の古い町西部に、水野氏の別動隊を置いた。松平勢は、不評主体であった上自軍の三倍もの兵力を、 相手にせねばならず、劣勢は免れなかった。6月6日、松平勢は、北と南に軍勢を分け織田、水野勢に切り込みをかけた。松平勢は前線し、一度は、織田、水野勢を交代させるも劣勢を挽回するまでには、至らず、長家など、松平勢の主だった、武士54人が討ち死にし、両軍合わせて千以上の死者が出た。いかに激戦だったかを物語っている。 現在もその時に気づかれた塚、当上塚、千人塚が残っている。安城城落城の時期については、諸説ある。以下に述べると、まず天文九年の第一次安城合戦で、落城したとする説がある。そして、天文九年の合戦では痛み分けに終わって、安城城は落ちず、さらに四年後の天文十三年、1544年8月22日に、 松平長近が死去すると、これを知った織田方が、織田里衆を派遣して3000の兵で再度、向上させるが、再び失敗。貧州による攻撃の翌月に、信秀が3度目の攻撃をして、ようやく落城せしめたという説がある。この説は、第一次安城合戦の翌年である天文10年、1541年に、水野氏と松平氏が和議を結び、水野忠政が、 松平広忠にお題の方を嫁がせていること、そして天文十二年1543年に水野忠政が死去すると家徳を継いだ水野信元が小田氏との協調姿勢を示して翌天文十三年に松平氏との同盟を破棄したことなどの諸事象と整合性がある。しかしその代わり天文十一年1542年に正規したとされる。 第一次小津坂の戦いとの整合性が失われてしまう。またさらに、天文13年にも安城城は落城せず、天文16年、1547年に落城したという説もある。こちらの説では、第一次小津坂の戦いに加えて、口述する天文14年、1545年に正規したとされる安合戦との整合性も問われることになる。 いずれにせよ、安城城落城後、一門衆である、松平清貞、松平信貞の子や佐々木松平家の松平正、林、重臣の坂井忠隆などが、小田氏に下るなど、矢作川西岸の壁海軍に城を持っていた。松平氏の家臣は、徐々に、小田氏の勢力下に入ることになり、やがては、矢作川東岸にも、小田氏の影響が及ぶなど、岡崎城へ肉薄することになる。 天文十二年、1五百四十三年正月、広忠の貢献を務めていた、松平信孝は、弟の松平康隆と、岩津松平家の松平親町の医療を横領するなど、牽制を増しており、宗家をしのぐほどになっていた。不大家臣の安倍氏や本田氏は、信孝を心よく思わず、広忠に信孝の排除を進言する。広忠自身は、 岡崎機関の支援者である信孝の排除に積極的ではなかったが、重臣の信玄にはこうすることができず、信孝を念賀の使いとして、駿府に送ると、そのまま追放して、信孝の領地を押収した。信孝は、反心のないことを広岳に訴えて、許しを乞い、今川義元に仲裁を依頼するが、反信孝派の家臣は、和解を拒絶し、これを見た。 吉本も仲裁を放棄した。これらの仕打ちに激怒した信孝は、松平正林、堺忠たからと共に、小田氏に組みし、山崎城を築く、現在の安城市、山崎町新名社、なお当時の故城は、大岡城だった。山崎城は安城城西北方向の壁海台地の、橋の小高い丘に位置し、岡崎城までは見渡す限り停地が続いていた。そのため見通しが利き、 敵の侵入路や兵力が把握できるので、安城城の出城として重要な役割を果たしていた。また安城城は湿地ではない西北側が弱点であり、山崎城にはこれを保管する意味もあった。天文十四年1545年9月、広忠は美濃に侵攻した小田勢の廃砲を聞くと安城城奪還のため出陣する、兵数不明。松平勢は安城城に、 信秀が到着していないと思い込んだ上に、敗戦の後で敵の士気は低く、それに加えて、地理の理解では自分たちに分があるとして、完全に油断していた。対する織田勢、上兵六百余人、援軍兵数不明は、当時最新兵器であったひなわ銃を投入し、信秀の指揮する援軍も城に入れずに城外に、巧妙に配置するなど、万全の体制で臨んだ。 投入されたひなわ銃が少数だったことと、松平勢の大多数がひなわ銃そのもの知らなかったため、格乱は成功しなかった。両軍は安城城近辺の清島手で激突した。松平勢は、織田勢に背後から攻撃されて、初めて援軍の到着を知り、これを叩こうとするが、この隙をついて城兵が撃って出たために攻撃を受ける。 大路を断たれることを恐れた家臣たちは、致命的打撃を受ける前に退却する様に、進言するが、広忠は、聞き入れず突撃を敢行する。しかし、信秀が、在陣していることが、松平税中に知れ渡ったために、兵は動揺し、軍勢は二つに分断され、大路を完全に断たれた。広忠は、自己の安全も絶望しされる中、内死にを決意するが、重心の本田忠とよ、 本田忠勝の祖父がそれをいさめ、広忠の身代わりとなって、敵本陣深く突撃したことで、織田勢への注意を引くことに成功し、広忠や生き残った松平勢は、岡崎城への退却に成功する。しかし、身代わりとなった本田忠タとは討ち死にする。この敗戦の後、ヒ忠は松平ぐ、松平へつ松平清定の子や坂井忠敬の子もる上野城を攻撃するが敗北する。 上野城は岡崎城を北西方面から望む用地であった。この頃、松平宗家の地位は完全に凋落し、今川氏への依存はますます強くなることになる。天文15年1546年9月、広忠は再び上野城を攻め、ようやくこれを落とした。その後、吉本の仲裁で坂井忠隆との和解に成功し、松平清貞も、 桜井にて撤去となったが、以前、松平宗家は弱体であった。翌天文十六年、1547年、広忠は岡崎城を守り小田氏の勢力を西へ押し戻すため、今川氏に援助を求めた。当時、松平のぶったが、小津川の南岸のぬかた群をか並びに、北岸の土軍太平に取り出を築いたことで、岡崎城は東方を訳されて、今川領である。 ホイ軍方面との連絡が困難な状況にあり、さらに松平忠し臨が、上和田、壁海軍や萩川東岸の村と、同軍や萩川西岸のつつばりに取り出を築いて、岡崎城を南と、西から脅かすなど、松平宗家の窮状は極まっていたのだった。独力では、西三河の正大名であり続けることも困難な、情勢に直面し、助けを来る広忠に対し、今川義元は、 広忠の着難、竹千代、後の徳川家康を人質として差し出すことを要求した。広忠にとって義元は、岡崎城復帰の際など、たびたびの後ろ盾となってくれた恩人であった上、今川の助力なくして松平宗家の劣勢は、大うべくもなく、広忠は、義元の要求を承諾し、竹千代を寸府に送った。しかし、竹千代は途中で、田原主、 戸田康光に拉致されて、小田氏に売られ、反対に、小田氏の人質となってしまう。これに激怒した吉本は、吉田常番の天野影面ら,らに命じて、田原城を攻め、安光ら戸田氏宗家は滅ぼされた。信秀は千地を利用して、広忠に今川から離反して、小田の参加に入ることを要求したが、かえって広忠は、今川氏に対する強順の姿勢を明確にしたことで、 松平氏は完全に今川氏の参加に組み込まれることとなった。これを受けて今川法は西三河攻略の拠点として利用するため山中城を取り立て同年7月までに不審を開始した。一方、広忠は同年9月に松平信隆、松平忠恒らと矢萩川の河原で戦うも敗北、私河原の戦い、私河原は 鎌倉街道における矢作川の都市地点だった。この際、殿となった、小井松平家の松平中治と鳥居忠宗、鳥居元忠の兄が打ち死にした。なお、忠宗については、館の渡し城が信忠勢の襲撃を受け、これ迎え撃とうとした際に真っ向を鉄砲で撃たれて、打ち死にしたと漏れる。また、同時期に、小田氏が鴨群西部の海坪城を攻め、 上州の三宅氏を強順させた。松平総家は軍事力の低下により、上和田取出による、中林と武力で渡り合うことも難しく、翌10月、広忠は家臣に命じて、これを暴殺する。さらに広忠は、小田氏と通じた松平重弘がよる元塾城を、翌11月に攻略した。広忠の敵対的態度に豪を煮やした信秀は、翌天文17年。 1548年3月、岡崎城攻略へ向けて出陣する。竹千代の拉致以降もあくまで、今川氏への教順を示し、堅くなナに、お田氏を拒む広忠の態度を見た吉本は、松平氏を救援するため軍を送り、6日までに、ぬかた軍藤川に進出して、本陣を構えた。この動きを察知した小田勢は9日に矢萩川を渡り、上和田砦出に入って、陣とした。 両軍は十九日に激突したが、第二次小津坂の戦い、この戦闘で、織田氏は大敗、信秀は、弟の織田信光を殿として、神和田に残し、安城城まで敗走すると、ここを、この織田信弘に任せて小渡りに帰った。これを受けて、今川勢も、本陣のある藤川に戻った。このような情勢下、翌四月、山崎城の松平信高は、信秀の許しを得て、 自力で、岡崎城を落とすために出陣するが、ぬかた軍明大寺の耳取り縄手における野戦で、矢を追いかけられ打ち死にする耳取り縄手の戦い。元より信孝の追放は広忠が積極的に行ったものでなく、反信孝派の重臣たちによって主導されたものであった。広忠としては、信孝がお田氏を頼り敵対する結果に至ったのには自らにも原因があると考えており、 おじである信孝の生け取りを望んでいたが、意に反して信孝は討ち死にしてしまった。信孝の意外を見た広忠は、肉親を追放した上討ち取ったことの無慈悲さを、家臣たちに訴え、号泣したという。信孝と、忠林が排除されたことによって、広忠は、同年中に、小田氏に下っていた、梅坪城を攻略するなど勢力を盛り返しつつあり、分裂した一族を再結集させようとするが、 翌天文十八年、1549年3月、岡崎城内にて死去する。この法を受けた、吉本の動きは素早く、松平両王領を完成させるため、同月大元節災をショートする一万の軍勢、松平勢を含むお見かへ出陣させた。節災は、軍勢の一部を岡崎城に入れた上で、尾張からの援路を遮断するため、鳴海、大高方面にも、 軍を派遣、その上で、山崎城などの出城を占領し、安城城、兵数不明を孤立させた後、松平勢が先方となり城の北側より攻撃を仕掛けた。松平勢の奮戦によって、三の丸、二の丸を次々に落とし、本丸に迫ったが、上昇、織田信弘を捕獲しようと焦るあまり、松平勢の首相、本田忠隆。 本田忠勝の父が深入りしすぎ、討ち死にしてしまう。このため松平勢が動揺し、節ッは攻撃継続を不可能と判断、全軍を岡崎まで撤退させる。そして同年9月、節ッは再度出陣する。この時セッは、荒川義弘の拠点であったはず軍は荒川山、現在の西押八つ面山に布陣した、当時の矢萩川の川筋は、矢萩古川であり、 現在の流路は、矢作古川の排水不良に伴い、江戸時代初期に改作されたものである。故に当時、荒川山から安城城までは地続きであった。同月下旬、今川勢は手始めに、小田氏と協調してその軍勢に加担していた発軍、登場キ良氏の西洋城を攻略した、城主、吉良義康は、今川市数代の敵であった尾ア氏後ゴシ氏と縁意嫁を結んでおり、 これを吉本に咎められたが、落城後降伏し、親おたはの家臣を処断。吉本に許された。南方から安城城へ進撃する、今川勢に対して、小田氏は平手正秀を象とする援軍、兵数不明を派遣し、頑強抵抗するもの、の、今川、松平勢の猛攻により、信広が捕獲され、11月中に安城城は、陥落した。この際、今川勢は、 ひなわ銃を効果的に利用したとされる。安城城落城後、翌年には、刈屋城も今川市へ下るなど、壁海軍やその周辺における小田市の勢力は、総崩れとなり、壁海軍における拠点としては、終わり国境にほど近い重原城を辛くも維持するに、とまっ。補足、天文18年の戦いについては、3月と11月の、 戦いをまとめて数える場合と、おのおのを別個の戦いとして数える場合がある。信弘が捕獲されて、今川氏の人質となったため、小田氏の人質となっていた竹千代と信弘とが交換された。竹千代が生きて、三河に戻ったことにより松平氏は断絶を免れ、広忠の今川氏に対する忠義は報いられた。しかし、吉本は竹千代を岡崎城に置くことを良しとせず、 すぐに、駿府へ人質として送らせた。これより吉本は、三河切り取りの仕上げに取り掛かり、西三河を事故の勢力圏に取り込んでいく。まず安城城に、天野影康、井伊直森らを常磐として置き、岡崎城にも、山田影隆を城代として派遣した。また、水野氏とは一旦和着がなり、刈谷城を返還した。小川城主、水野信元の弟である、 狩谷城主、水野信雄は、一旦、今川氏に服属した後、再び、今川氏に反旗を翻して織田方へ寝返ったとされ、最終的に、水野氏を強順させることには失敗した。信雄はこのために、今川家臣、岡部元信により、生命滅ぼされた。また、大有と三河の国境地域に所領を有していた、庭うじきよは、天文19年までに、 今川氏に下っており、翌天文20年1551年には、今川方に組みしていた、東条松平家の松平晋次郎が、にわかに逆進すも、すぐさま所領を追われ、東条松平家は、弟の松平忠重が継いだ。この年、信秀が死去すると家督を継いだ、織田信長は、同年庭市の内紛に介入して、うじいとこの四式を、攻め、愛知郡横山で戦ったが、 これに敗れた。さらに同年、信長を見限った鳴海城主山口京継が城ごと、今川方に寝返った。信長は、天文21年に、京継のこの山口京吉を攻め赤塚の戦いが、発生するが、これを打ち破ることができず引き分けに終わる。その後、山口の立義は、大高城を攻略した上、靴掛け城主、近藤影春を調略して、これを、 今川方へ展示させた。さらに、下郡西北部に位置する寺本城の城主花石氏が今川方に下り、天文23年、1554年には、壁海軍に残されていた重原城も今川氏の手に落ちた。今川氏は、水野思想家を屈服させるために、村取りでお気づいて、小川城を圧迫、窮地に陥った水野信元は、小田氏に救援を要請し、 村木取りの戦いで、信長が勝利したことにより小川城は危機を脱した。小田方は、北軍において、水野氏の危機を救ったものの、壁海軍の養池や王山国境地域はこの時すでに今川方の手に落ちていた。このため小田方に組みしていた鴨軍西部の諸行族は、今川方の勢力に、砂にさらされ次々と侵入しており、天文23年、1554年には、 小田市の西三河北部における重要拠点であった西広瀬城が今川方の東広瀬城主、三宅高佐田等、三宅市の所長によって攻略された。さらに吉本は翌工事元年1555年8月にお牛松平家の松平近しのりを象とする三河州を長区、尾張国海東軍に派遣し、西側より小田市の勢力を脅かした。三河州は、 今川方に組みした、同国会、西五里二の上の服部友貞と共に、蟹江城を攻め、これを落とした、この際、大久保忠都をはじめとする先行を著しかった、者たちが蟹江七本槍と呼ばれる。このような暗城合戦後の一連の流れによって、以前とは逆に、今川氏の勢力が終わりに入り込むことになった。だが、このような情勢か、同工事元年、 1555年10月に天文十八年の戦いの折に今川方に降伏し許されていたキラヨシアスがにわかに反旗を翻し小高田方へ通じた。ヨシアスは天文十八年に強順した後今川の武将として軍役に服し、ヨシモトもこれに優和的態度をとっていた。ヨシアスは前年の天文十三年にヨシモトの計らいにより、 東条キラ氏の家督に合わせて、西上キラ氏の家督も継ぎ、両キラ氏の合一を成していた。その他にも、ヨシアスは、工事元年3月の竹千代の元服の際には、理髪役を務めていたのだった。それにもかかわらず、ヨシアスは、家臣より離反の進言を受け、突如として、小川の水野市の軍勢を、西尾城へ引き入れた。だが、キ良氏の勢力のうち、荒川、はず、かすずか、 片野原の諸城はこれに同調せず、今川氏への教順を維持した。これに対して、翌工事2年、1556年3月、信長は、初軍荒川を攻めた、東条松平氏の宿り危機であった、松井忠司は、壁海軍や寺原にてこれを迎撃。この際の選考により忠司は吉本より感情を与えられ、また織田方は、鴨茂軍西部へ進行しており、 三宅市の梅坪城を攻略して、工事元年、1556年に城代を置いた。さらに同年、小高新、柴田勝家も、福谷城を攻めたが、首相の坂井忠司、原田四重らはこれをよく守り、今川方が、大久保忠勝らを援軍として送ると、勝家はこれに押されて敗走した。このほか、工事2年には、設楽軍作主亀山城の奥平貞勝が、 織田方の調略を受けた。貞勝は、菅沼市総領下にあたるたみ城主の菅沼貞次や、奥平氏の士族と共に、今川氏に反旗を翻し、同年2月、今川方の旗市城を攻略した。これに対し吉本は討伐の軍を送り、貞勝の弟、奥平貞直の,の夜、日近んを攻めるが、奥平氏は老城戦の末に撃退。この時、 今川法の松平忠主が討ち死にした。一旦は今川法の軍勢を退けた貞勝であったが、奥平氏の所領は尾張から離れており、遠石の他に援軍は望めず、さらに小田家に内交が起こる、稲尾の戦いなど、情勢悪く、吉本が菅沼貞村、野田菅沼氏や本田忠都氏戸田信光ら東、 三河州の諸将を奥平氏討伐に差し向けると形勢は一挙に不利となった。同年8月には奥平氏の重心あちはしが守るぬかた軍ん山城が今川方に攻撃を受け菅沼忠志村を討ち取るも本田忠利の手勢により城は奪われた。貞勝は亀山城に退くが奥平氏に勝ち目なく、貞勝は無本から半年ほどで今川方に基準。 吉本に謝面を凍った。同月下旬、同心していた菅沼貞嗣が今川方に組みした弟の菅沼忠史家により、撃たれ、後期は鎮定された。また、後次元年に今川市に反逆した吉良義康であったが、後次三年、1557年までに今川方に、不利、吉本によって、再び謝面された。同年4月、今川義が、 三河国上野原にて取り行われた。吉安は吉本によって三河国主として担ぎ出され、小田方の終わり主語、芝吉銀らと共に参会したが、両者の席次争いによって和睦儀礼が成立しないという事態が生じた。和睦が不守備に終わったことで、吉安は面目を失い、信長の庇護を求めて終わりへ出奔した。だが、吉安は信長に不満を抱いていた。 義銀及および、尾張国と打上の石橋氏と測って、二の上の服部等と共に、会場より、今川勢を、尾張国内に引き入れようとした。だがこの策略を半ばにして露見し、三者は、尾張を追放された。尾張を追われた、義シは吉本を頼ったが、二度も敵意を示したことを重く見た吉本は、ヨシを除名こそしたものの、身柄は、駿府へ連行され、 よしは幽閉のみとなった。結果、工事三年十月には、西お城は、今川氏に接収され、城代が置かれた。吉本は、よしやすの弟である、吉良義しを、当時お嬢にいる吉良氏は、断絶を免れたが、西城領は押収され、今川の直轄領となった。一方、永禄元年、1558年になると、三宅高さだら三宅一族が寺部城主。 鈴木茂鏡と共に小田方に寝返った。これに対して今川義元は松平元康を将とする三河州を討伐に派遣し、この戦いが元康にとての威人であった。元康は日攻めを用いて寺部城を攻略。鈴木氏は再び今川氏に侵入した。さらに元康は中城氏の以上を落とし、小田方に攻略されていた梅坪城を奪還すると、 三宅商廷が守る伊保城を下し、三宅高笹の夜東、広瀬城も攻略した、商廷と高笹は同じ三宅市ではあるが別流であるとされ、これ以後、商廷らは今川市へ基準したが、高笹は従わず、東、広瀬城は後に高笹が奪還したと申される。またこの時、西広瀬城も元康の攻撃を受けたとされる。元康によって、 鴨軍群西部の大部分は再び、今川氏の手に返し、吉本は、元康の武功を称して、三河山中の地と立ちを与えた。加えて、同年中には、松平家継ぐの守る尾張国志名の城も、小田方による攻撃を受けるが、城兵の逆襲により対象した。安城合戦後、三河における小田方の勢力は、体調が明らかとなり、 さらに大東や北軍においても勢力が同様、三河南部及び北部への勢力再拡大の試みも、次々挫折した。情勢は、完全に今川方有利に傾き、小田氏は苦境に立たされた。そして、翌永六二年、1559年、吉本は山口の立義、山口京吉府氏を寸府へ召し出し、これを切腹させた。これにより、山口氏の領地は接取され、 鳴海、大高の領城は共に、今川法直属となった。信長は、今川法の動きに対抗して、鳴海城周辺に、丹下取りで、善正寺取りで、中島取りでを、さらに大高城近傍には、丸根取りで、和室取りでを築き、三河方面との連絡を遮断した。このため、鳴海、大高の領城は窮地に陥り、下軍北部において、今川の勢力は封じ込まれた。 今川方が、これを救援するために発生した戦役が、桶狭間の戦いであるとも言われている、鳴海城、大高城は、愛知県名古屋市緑区鳴海町と、大高町。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。